僕はこのネガポ辞典は今日のこの、デザ戦に来ていただいた皆さんへの最高のお土産だと思うんです。ネガポ辞典は別に携帯のアプリにならなくてもネガポ辞典というものを自分の心の中に持って帰ったらそれだけでも大きな人生のアプリといいますか心のアプリとしては最高のアプリだと思います。僕もいつもそういうふうに、ポジティブシンキングでいつも考えたんですけれどもそのネガポ辞典という装置を自分の中に入れるという意識を持つことによって、さらにそれが考えやすくなる。ですから今日来ていただいた皆さんは全員心の中にネガポ辞典をインストールして明日から何かあった時にネガポ辞典をちょっとアクセスしてみようというふうに考えていくと、とても豊かな人生になっていくのではないかなと思います。あとは我々が、今年から企業審査員の先生来ていただきましていかに実現させるかということを重きにさらに置いていきますので、これがすぐに実現化できるかあるいは3年後に枕投げがCNN のニュースとかになってたりするかもしれませんし、今日の結果の行方を皆さんで今後も見守っていただけたらと思います。今日どうも本当にありがとうございました。